それは奥田社長が言ってた、あの5520なんですよ。あ、ええ、それで、あの、はっつけようとか、やろうとかいう話。それが5520。あ、最初、うん、あの、こういう風な強さが出ないんですよね。あの、ゴムみたいな、シリコン、コーキングみたいな材料だと。ああ。コーキングじゃなくて硬い材料だからこういう強さが出るんだよね。でも硬い材料ってパリッと剥がれちゃうんだよね。そうそう、普通はね、うん、普通はね。だから不思議な材料なんですよね。硬くてしなやかってやつね。まあそれもさ、失礼褒めてくんないわけだね。けなさけだね。